まず最初に断りを入れておきますが、最初の数分間は僕のどうでもいい話が続きます。パスだけ見たい方は、大体ですね、2分かね、そんぐらいまで赤い線が、ね、出るところをね、シューッと引っ張ってもらえれば、多分概要欄にね、タイムスタンプ貼っておくので、そこから飛んでください。今回の動画はですね、しばらく投稿してないということなんですけども、こちら我が家となっております。今回なんでこんな動画を撮ろうと思ったか、まあそれ一つなんですけど、ちょっと待ってください。朝の6時ですからね。今6時7分ですね。なんでちょっと朝ごはんを食べようと思って準備をしてる。今パンが焼けました。準備をしてるわけなんですけども、実はつい最近ですね、僕の昔からと言っても結構前です。2年ぐらい前からお世話になっておりますチャンネル、私鉄を研究するチャンネルというチャンネルがあるんですけど、まあね、その人がですね、なんか大学進学を機に顔出しを始めたらしいんですよ。僕が顔出しをした理由というか、何と言いますか、した理由というのは、まあ編集がめんどくさいんですよね。なんだかんだ言ってこう外で動画を撮ってると、映り込んでしまうことがあるんですね、顔が。で、そんなにね、めちゃくちゃね、かっこいい顔でもないので、そんなね、顔をね、晒してね、なんかね、収益が上がるとかね、そんなんは一切ないので、残念ながら。まあ、編集がめんどくさいからやってると、そういうだけの話でございます。で、そっちの方がですね、何かとね、都合がいいんですよ。やっぱり、はい。というわけで、朝ごはんを今、支度してるわけですけども、今日の動画はね、なんかね、引っ越したから、なんか、なんとかね、いろいろ忙しくて動画撮れないなと思って、今日、4月の9日ですけども、実は1日ぐらいからここに住んでまして、で、大学とかがありましてですね、それの都合で、あんまり動画をこう撮ったりとか編集したりとかする時間がなくて、この動画上がるのも、今日の夜か明日の、なんか昼とか、そんなになりそうなんですよね。ちなみに今日は、火曜日ですけども、大学はお休みでございます。なので、せっかくなので動画を撮ろうというわけですけども、外を見てみるとね、ちょっと今日雨降ってるんですね。残念ながら。はい。というわけで、いただきます。時刻は午前6時30分、南草津駅やってまいりましたけど、ほら、南草津大阪 AT アストライナーと書かれております。桜交通バスかな?かなんかのバスでしょうね。そんな高速バスの停車駅にもなっております。JR 南草津駅です。あいにくの雨なんですが、この JR 南草津駅は僕のお家の最寄り駅ということにもなるわけです。そして大学の最寄りということにもなるんで、この春からですね、まあ、住んでいるわけですけど、ほらやってきましたのがこちらです。琵琶湖エクスプレス、名前改め、今年から今年度から名前がダイヤ改正で名前が変わりました。楽々琵琶湖号大阪駅です。最初はもともと楽々、播磨号が最初にできてまして、その後にいろいろできたわけなんですけども、現在では楽々シリーズとして、楽々琵琶湖号、楽々大和号、そして、前からある楽々播磨号が走っております。大阪行き、南草津駅にも特急電車が止まるわけなんですね。すごい。この楽々シリーズの電車は通勤特急として走っておりまして、大阪方面の通勤電車の、通勤のお客さんを支えている、そんな特急になるわけです。今日は大学は、僕は授業を取ってないんでないんですけども、大学がある人は、1限は本日9時から始まりますので、もう少し待ったらですね、直通のバスがいっぱいやってくることでしょう。この直通のバスをね、見るのもね、また面白いんでね、ちょっとぜひ皆さんに見てもらいたいと思います。草津駅に乗り入れるバスとしては、主に2つありまして、あちらの高速バスなどを除くと、この5番乗り場の方に停車する定山バスというバス会社と、この辺を一帯を牛耳っております。琵琶湖のあたりをですね、いっぱい走ってきます。近江鉄道バスがここの方にね、止まるわけですが、主にこの4番乗り場と3番乗り場からはですね、普通の路線バスが発車していきまして、今、アットマークの文字が書いてある、桜クオリティ、桜交通バスが止まってるあたりですね、あの辺が大学への直通バスの発車場となっておりまして、まあ見ていただいた方が早いと思うんです。さて、トップバッターは、この、南草津駅からしばらく行ったところにあるパナソニックまでの輸送を担います。計算は。パナソニック西中央という意味わからんとこなんですけど、パナソニック南門という書いてあるんですね。
あれは朝だけの、見れる経由行き先ですね。で、その後、ほら、あちら側には南草津駅54系統と書いてあります。輝き通りというのが近くにありまして、最近できた通りなんでしょうかね。その、あ、ちょうど改装になりましたね。そこを通るバスが、今ぐるっと回って、これね、ぐるっと回ってからロータリー一周してね、また戻ってくるんですけど、あ、ちょうど高速バスが出ましたね。東京を夜中に出て、朝早くこの南草津駅に到着するバスがあるわけです。1日だいたいね、6本から8本ぐらいですね、あの高速バス、深夜バスがですね、このロータリーに乗り入れております。すごいですよね。もちろん南草津駅は草津駅からの日本一長い複々線の中の駅、しっかりと快速電車、新快速電車両方とも止まる駅となっております。パナソニック西中央、ちょうど今発車していきましたね。これからですね、パナソニックの方に行く従業員の方、会社の方がですね、ああいうのに乗っていくわけです。で、この計算バスというのと、もう一つ大海鉄道バス、先ほど見ていただいたバスも走ってるんですが、それがですね、そのパナソニックへの通勤時間帯と大学へのですね、ちょうどね、学生のね、来る時間帯がいっぱい重なるわけですよ。基本的にオリバーは向こうの方、もう一本やってきたのは、今度大海鉄道バス、パナソニック東口経由立命館大学駅です。このね、大海鉄道バスの面白いところ、このほとんどのバスがですね、西武バスからですね、もらったバスが多いんですね。日産ディーゼルの車両だってあり、そういう車両が多いのもこの大海鉄道バスの特徴です。パナソニック東口40系統立命館大学行きです。これがですね、大学方面に行く最初の便かな、この時間帯6時台の一番最後の便ですけども、現在の時刻が6時53分。ここからですね、パナソニックへ行くお客さんを主に乗せていくことになります。まず最初に通勤時間帯ですね、社員さんとかを乗せるような、そういうバスが一番増えてくるわけです。さて、もう一本やってきましたよ。あれはパナソニックへ直行するやつですね。56系統パナソニック団地口、パナソニック団地口というのも、なんですかね、場所的にはパナソニックのあの工場の中に、先ほど見ました T3 バス南門と書いてありましたけど、そっち方面に行くやつです。分かりにくいねこれ。さて、今日はすごい雨が降ってますから、雨の日はですね、このバスのお客さんというのが増える傾向にあるわけです。というのも、もちろん雨が降っていたら、普段自転車などで会社または学校へ行く人がですね、バスに乗り出すんですね。ということで、今日はめちゃ混みになるはずです。南草津駅の駅行きのバスがちょうど左に通り過ぎていって、このバスがもう間もなく出発していきます。そしてそれのバスと一緒の同時ぐらいで、パナソニック団地口行きが発車していきます。ここからですね、通勤ラッシュのバスが始まってまいります。7時台に突入するところ、大学へのシャトルバスがこんな感じで、直通のやつだけ安いんですね、ちょっとだけ。このバスで行くと230円大学まで取られますが、奥の方にですね、また時間帯になったら来るんですが、そっちの直行バスはですね、180円で乗れるんですよ。さて、目玉と言いますか、すごいのがやってきましたよ。連接バスです。大海鉄道バスで今一番新しいバスなんじゃないでしょうか。メルセデスベンツのシャトルバスです。これは180円で行けるわけですね。全長18メートル追い越し注意ということで、とっても長いバスになっております。あれでですね、たくさんの学生を騒ぎ切るわけなんですけども、ジョイントライナーと書かれております。その名の通りって感じですよね。ジョイントしてるライナーです。時刻は7時の22分。大学は9時から授業があるので、8時くらいにどーっとお客さんが来るんですね。それでもまだ来ておりません。
だんだんと様々なバスが行き交うようになって忙しくなってきます。 J3 バス、それからですね、もうすごいとこ通ってるな。省エネなんかの企業のバスでしょうか。そして向こうの方にもバスがちらほらと止まっているんですが、この省エネのバスの奥には連接バスまでも止まっております。ちょうどあれは281系、ハローキティのが剥がされたのもある。関西空港まで行きます。関空特急はるか号もこの南草津駅、電車駅となっておりまして、すごいですね。お、先ほど見てたバスが帰ってきたのかな。行ったり来たりしてます、本当に。パナソニックに行く社員さん専用のものとなります。パナ東口、パナソニックの門とかそういうとこ行きます。急行バスが出ておりまして、すごいですね。大学へのシャトルバスとパナソニックへの急行バスが出ております。そして雨だからでしょうか、やっぱり雨でこう通勤通学の方をですね、送り迎えに来る車も今日は多数来ております。ここにずらーっと並んでる車は、そうですね、皆さんいろんな人を降ろしていって行くわけです。あっちの方も誰か一人降りていってる。そんなたくさんの車とバスが行き交うところをキャパオーバーしそうなぐらい車が来てますけども、それを支えるのがこの南口駅東口のロータリーでございます。西口にもねロータリーあるんですが、めちゃくちゃでかいな。お、これうまいことバックするんですよね。あ、違う、あのオリバーをね開けるためにギリギリまで後ろに下がっていきます。ジョイントライナー草津、かっこいい。パナソニック J3 バスが走っていまして、先ほどワップで止まってきた近江鉄道バスの連接バスが、かっこいいよねあれ。東のバスラッシュでございます。まず1本目は低山バス、養護学校、パナソニック方面行き。そしてその次のバスはこちらですね。どこ行きって書いてあったっけ、書いてありませんね。大学の方に行くやつです。その後も大学に行くところです。そしてそのバスラッシュのように走った後は、あの大学行きのバスがそろそろ閉まって出ると思う。朝見たバスが帰ってきましたよ。これ大学行きだったかな。それがガヤキ通りを通って南草津駅まで帰ってきました。そしてその後は、おお、今度は中山バス。南草津駅行きです。ちょうどシャトルバスが今出発していきました。これですね、近江鉄道バスは交通機 IC、スイカ、イコカなどが使えるんですが、こちらのオレンジ色の低山バスというのはね、現金か回数券しか使えないんですね。そこがちょっと難点なんですけど、でもお互い料金は一緒ですので、まあ、どっちかが高かったらどっちかに集中してしまうんでね、同じところを通ってると。というわけで、このようなバスはですね、やはり同じ値段で値段設定がなされているわけです。で、ちょうど今発車していった、これが連接バス。シャトルバスノンストップ BKC と書いてあるんですけど、大学の宮古草津キャンパスという名前の頭文字 BKC を取っているようです。これ曲がり様子がねかっこいいんだよね。うおー、かっこいい。ああやってね曲がるんだね。またパナソニック行きのバスが出発していきます。こうやってですね、
たくさんのバスが行き交いしているわけで、電車バス特徴のこの後ろの車両だけ飛び出てしまう現象を防ぐために、一回右にハンドルを切ってから左に切るっていう面白い止まり方をするのもあのバスの特徴です。帰ってきたバスはすぐさま次のバスの運用についていきます。きっと効率的なバスの運用が組まれているのでしょう。次々と朝行っていたバスが帰ってくる時間帯になってきました。そしてさらに出発するバスもいっぱいあります。もう一本帰ってきた南千歳駅行きの、きっと大学に行ってたやつでしょうか。いや、ホームズくんのバスは見てなかったな。堂々と左に曲がっていくこの姿は、さすが全長17メートル、約18メートルあります。この連接バスは右へ行けば大学への一番近いルートを通ることができます。この後国道1号線などを通りまして、ずっと北上ではありませんね、東の方に登っていきまして大学の方へ行くわけです。駅前にね、あちら西友というスーパーがあるんですけど、あれ24時間営業なんでね、とても助かっております。僕も非常に便利です。そして大学行きのシャトルバスが出た直後にですね、はい、もう一本次のバスがやってきましたよ。こちらもシャトルバスです。10系統立命館大学行きの、これとは小さなバスです。こういう風にですね、バスがね、もうピストン輸送のように出発したら次、出発したら次という風にバスが出ているわけです。特に雨の日は大変混雑しますから、この時間帯は大丈夫ですが、授業が始まる40分前ぐらいになるとですね、ここの列がね、ずーっとですね、あの改札のね、近くの方までできるんですよ。ずーっとですよ。すごくないですか？後でね、それがもしできたら見てみましょう。国道南笠南千歳駅と書いてあります。これはね、めったに見れないというか、あんまり見れないバスの先なんですね。南笠、国道のところをずっと通ってくる、朝だけかな、これは。そんな感じだった気がします。ちょっと忘れましたけど。そしてさらに回送のバスがやってきました。ここは直接入るですね、多分出港してきたバスだと思われます。そしてもちろん近江鉄道バスに比べて数は少ないですが、生産バスも出発してきます。青山5丁目駅、その時にパナソニックの社員さんが多いかな、あれは。このですね、ホームズくんのバスですね、ホームズくんのバスも大学行きなんですが、こっちの大学行きのね、ホームズくんのバスに乗ると、230円お金が取られまして、あっちの直行の方に乗ると180円で済むという話を先ほどもしたんですが、この違い面白いですよね。だからこの直行バスの方が劇的に混んでるんですね。もうすでに並んでおります。だけどこっちの方が空いているわけです。ですからですね、朝ね、ちょっとでも座りたい時とかね、あっちにお金をちょっとでも余分に、50円ぐらい余分に払ってですね、あれに乗ると空いてたりしますよ。続々とシャトルバス用のバスが戻ってやってまいります。回送のバス、そしてそのさらに奥にもですね、今1台バスがね、入ってたところですね。1時間目から授業のある人たちが続々ともうあそこに並んでおります。10系統シャトルバス立命館大学行きです。そしてもうまたバスが来たな。これなんだ、仕事があるって幸せなんだ。なんかすごい煽り文句のようなバスがやってきましたけど、これもですね、多分大学の方に行くやつじゃないかなと思います。仕事があるっていうのは幸せなことらしいですよ。忙しいことは幸せとよく言いますけども、パナソニック団地口、さて2台出てったら1台入ってくる。先に出てってくれるというような感じですね。バスが2台出てったら1台入ってくる、1台出てったら2台入ってくる、それが近江鉄道バスです。さてパナソニック急行がやってきました。クイズ、あ、ワイズだった、ワイズ関西。パナソニック行きの急行、朝しか見れませんね、これは。そして回送バスがやってきて、その後
お、すごい、今日は学生さんちょっと少なめなのかな。もうね、あ、でもまだ7時56分ですね。8時台を超えるとですね、一気にね、列がね、並んできます。あと2次元目をね、2次元目の前のね、シャトルバスもすごい増えてきますよ。もう間もなく出発するのではないかと思います。54系と輝き通りですから、これも大学に行って帰ってきたやつですね。シャトルバスが今発車していって、その後パナソニック西中央定山バスが発車していきます。先ほどね、定山バスが音鉄道バスに向かってパッシングをして、先行ってくれというかな感じですね、やっておりました。こんなのも見れるのもこの朝の時間帯、まあ昼でも見れますけどね、見るときは。お、どんどんね、雨ですからね、増えてきました。あれがですね、1次元目に間に合おうとするために早めに来た人ですね。この時間帯に来る人は正解です。ちゃんと余裕を持ってきていることがわかります。あのバスのおじさんがですね、発車往来を出したら、まあですから鉄道でいう駅の係員みたいなものです。そうするとバスが出発していきます。面白いですよね。クネさん、クサネです、すいません。草津の、なんでしょうね、輝き通り、これも大学から帰ってきたやつかな。で、ちょうど今バスが発車していったわけですけども、さて、仕事があるって幸せなんだな、バスがやってきました。あれはシャトルバスに充当されるようですね。仕事があるって幸せなんだな、バスやってきました。そしてちょうど配送バスがやってきて、おお、また今度バスがやってきました。そして3台目、お、ワイズさん帰ってきましたね。ワイズさん2台ぐらいあるかもしれないね。どうしてもバスが今出発していた。あ、やばい、これ口がですね、もう追いつかないですね。今度大学行き、パナソニックとクレストを通る大学行きのバスがやってきて、仕事があるって幸せなんだな、バスですね。で、先ほど見たはるか9号の次は、はるか11号関西空港行きが今南草津駅に入線してきたところ。そんなこと言ってたら、あ、まあバスがやってきた。配送ですね。滋賀県で不動産、新築、リフォームをするなら匠工房へお任せください。このバス結構多いですね、この広告のバス。運転手さんがね、ドアを開けっぱなしで、あの黄色い車止めを置いてたんで、あ、トイレかなんかに行くんでしょうね。ですからしばらくはここに泊まってると思います。さて、バスが、シャトルバスが出発していきます。仕事があるって幸せなんだな、バスが出発していくんですが、それと同時ですね、後ろからやってきたこれですね、ピストン輸送です。さて、その次、隣にパナソニック空港でございます。お、ちょうど救急車が通ってきましたけど、パナソニックの急行55系と。お、これは珍しい。今見ましたか、入り口が2つあるんですよ。これ3つ扉のバスですね、珍しいですよ。そしてパトカーと一緒に走っております。ノンストップ大学行きのバスは非常に混雑してまいりました。もうこの時間帯からですね、並ばなきゃいけないことを覚悟しなきゃいけないので、ちょっと辛いですね。配送のバスが入ってきました。こちらはちょっと幅広タイプのバスですね。4つの扉のやつ。これ朝見たかな、ちょっと忘れました。もう記憶がね、もう曖昧なんですよ。あれはちょっとですね、こう入り口の部分がね、だいぶこう下になってるやつですね。ちょっと不思議なデザインをしてますけど、あれもまた立派なバスです。そしてシャトルバスを生かして、その後大学行きのバスが出ています。もうバスの次に同じ行き先のバスがね、もうね、10秒とかね、そういう感覚出てるんですよ。で、その奥に止まってるバス、こちらもですね、シャトルバスで、これ乗り場がね、2つに分けてるんですね。これでもさばききるのが大変というわけで、72系統青山5丁目方面に行ってたバスが帰ってきまして、
今画面に映ってるブリヂストンのバスですね。このブリヂストンのバスは大学行きのシャトルバス。そしてそのブリヂストンの後ろにある、またこれまたですね、同じ形式のバスですね。こちらは大学行きの輝き通りという道を通って走ります。お、ちょうどその後ですね、伝説バスが帰ってきたよ。かっこいいね、ジョイントライナー。近江鉄道バスでは一番新しいメルセデスベンツ製のジョイントライナーです。そしてそのこの今見えてるこのバスですね、この画面いっぱいに映ってるバスがパナソニック団地口の方のバス。さらにはその後ろに止まっていましたシャトルバスも発車していきます。これ見てください、ここ全員が学生というかね、大学まで行く人なんですけど、ここずっと向こうのね、あの本に列が出てると思うんですけど、あの列までがですね、この大学のなんていうんですか、行く人たちのバスということになっております。ですからこう皆さん乗っていくわけですよね。すごい。だからああいう大きな連接バスがないとさばききるのも大変ということなんです。匠工房のバスがやってきました。匠工房と匠工房、匠工房やっぱりいっぱいあるんですね。さて、バスがですねたくさんいるんですが、奥から緊急車両がやってまいりました。ここでですね、このバスがたくさん並んでいる状況、どういう風に対応していくのか、間通るかな、これ彼進むことが難しい。救急車はここで音をですね小さくしてですね、あんまりうるさくしたら困るだろうから、というわけで一旦静かにしました。そしてバスが出発していくにつれ、さらにどんどん新しく入ってくるバスが増えてきます。お、もう一本来た。あ、これ珍しいやつですよ。国道もですね、南草津と国道を通って瀬田の方まで結んでまいります。大津市ですね。そっちまで行くバスはなかなか少ないので、朝でしか見えないちょっと珍しいのやつです。そしてこちらは近江鉄道、昔の近江鉄道バスのなんていうんですかね、復刻カラーというようなバスがやってきました。さて、今度再び音をでかくして救急車が今出発しているところです。洛南って書いてあるから、ね、京都の救急車ですかね。京山バス、いやーかっこいい。朝の時間はこのようにバスがすっごいたくさん来てるのを見ることができて面白いんですね。シャトルバスが出発してきまして、こちらの大学直行バスのレーンには2台のバスが止まっております。両方とも今乗り降り中ですね。そしてお見送りといいますか、雨なので車で送迎に来た車がですねぐる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 と回っております。そして奥のも大学行きですね。すごい。実際ちゃんとね、朝にこうやって見たことなかったので、今回ね動画にするという形なんですが、見れてね面白いと思います。あの辺のバスやら何やらがいっぱい止まっておりまして、ここね人がいっぱい並んでね、ずっとねあそこの方までね並んでるんですけど、あの人の並びは何かっていうと、多分ねパナソニックの人じゃないかなと思うんです。そうですね、あそこはですね定山バスとかのパナソニック方面の並ぶ列です。そしてちょうどバスが来たわ。全体像が分かりやすい。ここにねずっと並んでるお客さん、これはあれですね、パナソニックの方向に行く人たち、そして上に並んでるんですね。この上に並んでる人は何かと言いますと、 JR の切符を買い求める人たちですね。券売機に並んでる人たちの列です。そして次々とバスが行ったり来たりしているんですが、立命館大学キャンパスへの人の並びはずっと行って、ずっと行って行って、あの辺りですね、ちょうど今あそこから人がゾロゾロ出てきてますけど、あの人たちは全員ほとんど学生だと思います。これをですねたくさんのバスを用いてお客さんを大学まで無事届けていくわけです。すごいな、なんかすごいバス走ってる。
今実に視界に入るバスの数は 1,2,3,4,5,6 台。こっちの方に目をすれば 7,8,9,10,11,12,13,14 台で、下に15台、そこに16台ありますから、すごいですよね。あそこの信号が青になればバスが一気に走り出します。パナソニック急行、大学行き、輝き通りの大学行き、それからですね、大学行きシャトルバスの方、あれはパナソニック東口を通ってから、途中各駅にも止まるバス、それからあそこに止まっているのは直通バスですね。で、このバスに乗る人たちはずっと並んでおりましてですね、最後尾はあちらの出たところすぐとなっております。ですから、あのちょうどなんか賑やかなバスが止まっているところのあたりですね、あそこが最後尾になっておりまして、列車が来たら来るごとにですね、どんどんこうお客さんが増えてきています。なので今そこに3台のバスが止まっていますけど、2台は乗り降り中かな、もう1台はまだのようです。でもこの2台の2つの乗り場を使ってどんどん乗せていっても間に合わないようですね。今日は雨だから自転車とかじゃなくてバスで行こうかという人ももちろんいるようです。イオンモール京都の広告のバスですね、ちょうど1本出ていきましたけども、さてまた信号が青になりました。乗用車はね、急に減りましたよね。計算バスずっと行って、大見鉄道バスが1、2台と出発していきまして、こちらの匠工房もお客さんを乗せてますから出発すると思います。お、電車バスもやってきました。あれはですね、基本的に本当に大学直行バスって感じなんですよね。時刻は約今8時半ぐらいになりましたったところでございます。そして大学生の列はあちらの方にあんな感じ。今日の一限の授業は9時からですから、8時半から今から行くとですね、大体20分ぐらいかかるんですよ、バスで大学まで。でその20分ぐらいかかるんですけど、その20分かかるうちの残りの10分でですね、このいかに人を乗せれるかということが大事になってきます。ですからあと5分も経てばですね、遅刻確定のようなね、人たちがあの辺の方にね、出てくる可能性もあるわけですよ。ですがしっかりとここには待ち受けております。たくさん人が乗せれるバスが1台では足りないかと思うかもしれません。そんなことはありません。あちらにもバスが止まっております。こんな感じですね、次々とバスがやってきては直行バスになりますので安心してくださいという感じです。さてこれがですね、ちゃんと全員間に合うのかどうか見ていきたいと思います。今バスが出発していきますね。そしてこれが直行バスですけど、この直行バスが行った後あれが行くわけです。あれもシャトルバスですね、大道のバスです。さてどんどんバスが出発していきまして、学生の列はこんだけ並んでるよっていうことが見ることができます。でも先ほどよりはだいぶマシになりましたよね。それを見計らってこのバスも間もなく出発の準備を行っております。あそこの方にいるおじさんがですね、指示を出していくんですけど、バスをさばいていくわけなんですけど、あそこの誘導するおじさんはですね、本当に先を読む、もう藤井聡太並みにですね、3歩4歩5歩あるいは1手先2手先10手先100手先まで読んで、動きを見ながらこう学生をバスに乗せていく仕事をしているわけです。本当にある意味プロフェッショナルな仕事ですよね。あのでかい連接バスはね、なかなかスピードが遅いのか分かりませんけど、お、なんか特急電車こっち来てるな。もしかしたら今日湖西線で風が強いから琵琶湖線経由の北陸特急になってるのかもしれません。あ、回送は普通にぐるっとなんか一周しただけですね。あの回送は、大学行きのバスが今2本出て、さて出動です。これにどんだけ人を乗せられるのか、このバスがもしかしたら間に合うバスの1本前とか、もしかしたらそのギリギリかもしれません。これはね、もしかしたら今回ちょっとあの後ろの方の何人かはね、やっぱりこう授業に遅れてしまう可能性もありますね。ちょっと今日は
バスの台数がギリ足りなかったんじゃないかなと思うんですけども、どうなんでしょうか。時刻は8時40分。この辺の調子ですとね、8時40分なんで、あのギリギリ間に合うか間に合わなくないかのラインですね。大学入ってから本気で教室まで走れば全然間に合う時間です。もしも道路交通情報でちょっと悪かったら行けない場合もあります。それはね、もう本当に残念ですけども、余裕を持って家を出てくださいとしか言いようがありません。でもだいぶ少なくなりましたね。最初はあの辺まで列があったキャンパス行きのバスの列ですが、これでもあの連接バスほぼ満員になっております。あれもシャトルバスにしてくれよという感じですが、お、ちょうど今シャトルバスがジョイントライナーが出てたとこです。あと残り少し、まだ間に合うでしょう。その次のシャトルバス、ちょっと小さめですが到着しました。多分あれで全員乗せきれないんで、もう1台出るんじゃないですかね。あそこに止まってるやつとか、またはもうすぐあと入ってくるバスが、これもそうですね、輝き通り通ってきたやつとかは余剰分になると思いますので、それを使ってシャトルバスとして使うかもしれません。さて、シャトルバス出発していきまして、もう乗せれるんじゃないかな。やっとこれ最後まで、あ、どうだろう、厳しいかな。この奥の来た階層、これは何になるんでしょうね。お、あれもシャトルバスなら、あの1台で最後の1台っぽいですね。あそこでお客さんを乗せていくわけですね。お、ギリギリというか、ちゃんと乗せれるもんなんだな。とは言ってもね、ちょっとずつね、やっぱり増えていくんですね。もう遅刻確定だろ、あの人たち。8時45分なんで、交通状況によっては間に合う時間です。今日はなんかね、琵琶湖線が遅れてるかなんかっていうのも相まって、結構、ちょっと厳しいっぽいですね。あの、JR が、なんか遅れてるのかな？かなんかで、全然電車来なかったり、急に来たりしてたんで、湖水線が止まったりとかで、ちょっといろいろあったみたいで、遅刻確定の人たちが結構来てるみたいです。バスにすし詰めにされていってるわけですが、あの人たちはもう今日の講義は1次元目は遅刻確定の、皆さんです。なんかこういう言い方はね、あまり良くないかもしれないですが、やっぱりですね、何事もね、あの時間の制限があるときは余裕を持ってくるべきです。先ほどまであの辺までしか並んでなかったのが、ほらこんな感じで並んでおります。このバスに乗ったらギリギリ間に合わないぐらいの時間なんですよ。ですから多分授業には5分ぐらい遅れて到着すると思います。そして、あれ？なんかさっきより増えてないか。そうなんですね。電車の遅れかなんかの関係でしょうが、時間に余裕を持って来た人も、もしかしたら遠くから来た方はなかなか厳しいものがあるのかもしれません。遅刻確定ですね。厳しい人といってはなんですが、回送のマークをつけたバスがやってきました。きっとこのバスはあれでしょうね、ここを右に曲がりましてシャトルバスとして行くでしょう。あの、案外今日足りなかったんですね。まあ、こういうこともありますよ。逆にね、こういうこととかね、多分珍しいと思いますよ。いつもね、もうちょっと人少ないんですよ。今日は電車が遅れてるプラス雨の日という悪運が重なり合って、遅刻確定の学生たちが増えましてですね、こんなことになっているわけですけど、あちらシャトルバスの、バスの行き先を出しております。多分ね、あ、これブリヂストン見たな。この後もね、あの手が空いてるバスがどんどん来ると思います。8時50分、通常のバスであれば大学まで20分近くは絶対にかかるので、もう間に合わない人たちですけども、あそこにいる紙を持ったおじちゃんは、 あそこにですね、タイムテーブル、時刻表が書かれているわけです。それに一個一個チェックをつけながら、あと何台ぐらいバスが必要かというのを見積もっていくわけなんですが、今日は電車が遅れているせいもあってか、急に後からたくさん学生が来たということもあって、今手配をしているものと思われます。来た、すごい、これ4段でしょうね、多分。あとバス3台分ぐらいは必要じゃないかなということで呼んできたバスだと思われます。あ、奥のはまた違うかもしれません。これ手前の階層って書いてあるやつは、これはね 100% ですね、あそこのシャトルバス用なんですよ。ちょっとね、この時間に来るのは珍しいですよ。
スに、あれだけの人は乗らないでしょうけど、あれの半分くらいはもう乗るでしょうね、今並んでる人たちの。あのバスはどうなんだろうな、シャトルバスになるのかな。でもこっちの方もね、やっぱり並んでるんですよね。あれは大学行きの、大学行きなんだけどパナソニック通るタイプのバスですね。もうお客さんだいぶ詰まってんだけど、これでも全員乗せることができない。すごい悲しいですよね。まあ電車遅れてるのは仕方ないですよ、もう。お、よかったよかった。救済バスが来たぞ。普段とはね、またね、違った今回、あれを見ることができて面白かったです。JR 琵琶湖線系統はですね、いつも遅れることが多いわけですけども、その、遅れることがいい琵琶湖線。そのおかげで僕にとっては非常に面白いバスの運用といいますか、あれを見ることができたかなと思っております。で右のは何なんだけど、あの回送って書かれてるやつは多分、あ、ほら、シャトルバスになりましたよ。行き先をシャトルバスに変えて、多分、あの黄色いバスが出発したら、すぐに入れるようにすると思われます。足りないと、もう一台来ましたよ。これはなかなか普段では見ることのできない運用です。電車が遅れてる時で、こういう雨の日とか、そういう人がね多い日じゃないと見れない。おお、もう一本来た、もう一本来た。電車が遅れてることから余裕を持ってバスがたくさん来ております。ああ、あれは南札幌行きだ。一限がちょうど始まる時間、まだ遅延によって、電車の遅延、 JR 西日本の遅延によって取り残された人たちがまだ乗ることができておりません。来ました来ました、救済バスです。これかな、救済バスは右に入って、よかったですね。あのバスは違うね、また普通の通常通りのバスです。通常よりも50円高い方の大学行きのバスにも少し人が乗っております。もう今日は致し方ないのでしょうね、50円高くてもこっちに乗るようです。そしてもう間もなく最後は乗り切れるかな。あの後ろの方の人は多分遅れてきた人かな。お、またどんどん増えてくる。お、どんどん増えてきた、どんどん増えてきた。大丈夫か、乗れるかこれ。一応もう一台来ましたよ。もう一台と言わず、もう二台来ました。さて、係員さんが出発合図を送って、時刻は9時2分になったところ、講義が始まって2分経って、ようやくほぼ最後のバスと言ってもいいものが出発していきます。50円高いはそうのバスですね。輝き通りというところを通っていきます。スカスカじゃん。あっちの利用って感じなんですけど、まあ、定期券とかで180円区間の方を買ってる人は、ちょっと乗らざるを得ないですね。お、3扉のバスがやってきましたよ。この3つの扉ですね。さっきも見ましたけども。この入り口が後ろに2つあって、前に1つ出口があるタイプ。あ、もうね、直行バスはね、来ないようです。次は2限目に備えて約30分ぐらい休息の後、30分後ぐらいからですね、また直行バスが走り出すことで、勝負。1限目がですね、やっぱり今回人多かったですね。というわけで、次の2限目からのバスの様子はですね、ちょっともう寒いというのもありますので、この辺に終わりにさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。今日は JR 南草津駅前のバス停についてで、ね、話していったんですけども、この南草津駅 JR 通っておりまして、その JR が今日遅れている影響でですね、バスもね少しね特殊な感じで動いておりました。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。知らなかった、多分ね、あの人たちはね遅れた人かもしれないけど、2限目からの人という可能性もなきにしろあらずって感じです。ご視聴ありがとうございました。さよなら。いやい、仕事があるって幸せなんだ。